それでは第9レース1つ目の S 級準決勝1着となりました星名千春選手ですわ。決勝一番乗りおめでとうございますわ。ありがとうございます。そして S 級初決勝ですわよ。そうですね、なんかラッキーでした本当に。いかがですの今日の走った感触は。いやもうすごい、なんかうちに行ったりとか中途半端なことになってたんで、まあ、後ろにはすごい迷惑かけましたけど、なんとか乗れてよかったです。でも先輩とのラインワンツー決まりましたわ。そうですね、後ろからもうずっと頑張れ頑張れって作戦の時から言われてたんで、頑張んなきゃいけねえなっていう気になりました。さあ明日初めての S 級の決勝戦、どのように戦われます？もう基本はいつも通りです。はい、出し切る感じの競争で。でも今回さえ前検日に決勝戦はまだかなとおっしゃってましたが、乗れましたわね。そうですね、はい、俺言いましたっけそんなこと。はい、さあお昼になってバンクもからりと晴れましたが、バンクコンディションいかがだったかしら。そうですね、昨日とあんまり変わらずいい感じに走りやすいんで、はい、よかったです。では決勝戦に向けて何かパフォーマンスをお願いいたしますわ。じゃあ早すぎてやってるかやってないか分かんないかぐらいの爆地をやります。お願いいたしますわ。ご注目あれ。ん、何かしら。だから早くてカメラでも追えないぐらいの爆地ってことです。うん、今じゃ爆地したってことね。拍手をお願いいたしますわ。皆さん失笑よ。多分次の人がもっと笑わせてくれると思うんで、